しないだけ。ああ、いいこと言いますね。僕いいこと言いますよ。なるほど。いいこと言い続けてきてね。いいこと言い続けて、はい、23年。早稲田も出て。そうそう、早稲田。早稲田出て、いいこと言い続けてきて。はい。ね、勉強もして。ね、スポーツもやって。そう。恋愛もやって。うん。そしてお笑いもやってる。うん。もう僕以外に、この業界で生きている人誰がいるんだと。いっぱいいます。いっぱいいます。ただね、こう一人一人の心、そんな心に何か一つでも響くものがあればいいと。うん。そんなことを思って僕がここに立っています。ですので皆さん、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ね、うまくまとめて。はい、さあということで、我々がトカプリをね4番目やらせていただきますんで、はい、トップバッターピロニャンからですね、はい、4組になってしまいますが、はい、続けて見ていただきたいと思います。それではピロニャンからトカプリまで4組続けてどうぞ。あのさ、アンジェラこれ思いついた時
の間アンジェラさ、公園で一人でネタの練習してて大声で叫びまくってたら、なんと子供たちみんないなくなってたよ。ふざけー。あのさ、アンジェラこういう小話もできるよ。続きまして、アンジェラふざけ、やまびこ、やまって気持ちいいな、やっほーやっほー、面白い、やまびこは帰ってきた。他にも何か言ってみよう。アンジェラ、キャンキャンの専属モデルになれますように。ごめんなさい、絶対無理。ふざけみんなそろそろ殴りたくなってきた。みんなが持ってるペットボトルだったらアンジェラ投げられても平気だよ。最後にさ、アンジェラ重大発表があるの。アンジェラって2分以上舞台に立つと息が苦しくなるよ。ふざけどうもありがとうございました。ボディフィールダー、どうもー、改めましてホリーフィールドです。お願いします。ゾウとの写真でゾウやってよ。やんねえだろ。なるほどね。やんないよ。忘れたいんだよ。もう一本ね、忘れたいからさ。忘れもういらない。忘れてもらってもらって。まあ、頑張ってさ、もう一本漫才やっていこうよ。頑張るね。うん、皆さん最後拍手お願いします。拍手。ございます。もう人に操られた人生やめとけよ。お前余計なこと言うな。すいませんね、本当にね。頑張ったら漫才やっていきますけどね。その前にね、皆さん、見ました、今のツッコミ。テンポはこれ共に完璧、これが田島です。いきなりどうした。どうしたどうした。ホリービールって言ったら田島ですから。いやいや、そんなことないよ。お前田島のこと知ってもらいたい。あ、まあまあ、お前の気持ちはすごく嬉しいんだけどさ、正直ね、お客さんそんな俺のこと興味ないと思うよ。興味あるよ。あるかな。よく見て、うん、みんな田島でいっぱいになってる。なってるかな。女の子、うん、みんな田島に恋してる。そうか。わ、男はないけどな。みんな田島になりたい。あ、俺目指しちゃってんの。俺目指しちゃってんか。目指して非常に珍しいタイプの方だ。珍しいタイプのお客さん今日はいません。なあ、うん、ね、今日はね、皆さんのご要望にお答えして、はい、クイズを作ってきました。クイズ。クイズ、うん、もう田島のことをクイズにした。クイズ田島。クイズ田島。そう、うん、このクイズ田島を田島に答えてもらって田島のことをお客さんに知ってもらう。それがクイズ田島。田島田島うるせえな。お前は俺が田島でいっぱいになるわ。俺もいっぱいです。よくわかんねえよ。何なの。まあ、とりあえずやればわかりますか。わかんの。やればわかります。じゃあとりあえずクイズ田島やってみますね。やってみましょうね、うん、第1問、はい、クイズ田島。はい、行きましょう。ね、ライブで滑った時に、うん、必ず田島の言う一言とは。滑った時に言う。大体僕に言います。お前に言うの。僕に言います。まあ、お前は悪くない。俺がもっと面白いものを作ればいい。それだけの話だ。ブー。違う。正解は、うん、客が悪い。言ったことねえな。客が悪いぞ。びっくりさせるぞお前が。変な笑いが起きてるぞ。変な笑いが起きてますよ、うん、でもね、田島がそういうんですよ。お客さんたちのせいで僕たちが滑ったんです。いや、言ってないよ。でも僕はね、うん、僕のせいだと思う。おかしいな、なんでそうなるんだよ。第2問、クイズヤジーマ。田島だよ。田島さんでしたんだよ。田島さんですよ。田島さん、はい、こっからチャンス問題です。あ、チャンス問題。チャンス問題。チャンス問題ってのはね、正解が出るまで何回答えてもらっても構わない。マジで。そういう問題。何回言ってもいいの。何回言ってもいい。絶対当たるじゃん。絶対当たるよ、うん、チャンス問題です。チャンス、行きましょう行きましょう。チャンス田島。絶対当てましょう。行きましょう。田島の嫌いな先輩は誰。嫌いな先輩。どうぞ。嫌いな先輩。そうです。いつも言ってる人。いや、難しくない。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 ヒントは、ヒントじゃなくて、ちょっと待って、ヒントじゃなくて、難しくて、ヒントもなくても答えられる自信がない。だから、次の問題行こう。次の問題。パスで。はい、次の問題行きましょう。うん。正解は、おそばプリン。言っちゃダメだろ。ダメだろ。でけえよ、あれ。ダメだ、ダメだ。なんだ、あの女装。やめとけよ。変なネット番組やってんじゃねえよ。うるせえよ、やめとけよ。言ったことないよ、俺。最終問題。クイズ、田島のファイナー。これはジャンルあるのかな。ジャンルあるのかな。うん、ありがとう。では、田島が最も欲しいものとは何。欲しいもの。
欲しいもの、欲しいもの、今思ってるの言えばそれ正解です。正解なの？あれ？お、簡単じゃないですか。僕の欲しいものはペット、小型犬、トイプードル。え、欲しいよ。そういうことじゃない、一回胸で聞いて、それを答える、それこそそ正解だから欲しいもの言うだよ。だからトイプードル、欲しいよ。小型犬、いらなくないんだ、欲しい。トイプードル、トイプードル、トイプードル、正解、トイプードル、正解、トイプードル、正解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 、おかしいだろ。俺が欲しいってんだから正解に決まってんじゃねえかな。おい、おー、じゃあ教えろ。俺が今一番欲しいもんって何なんだよ。お客さんの好感度。うん、正解、もういいや。練習
んだよね。どうだ、僕らはおしゃれに元気を与えたいんだよ。君は落ち込んでる人生、うん、そんなものを天より高い、テンションの高い元気な人生にしたいと思ってるんだよ。ああ、それはでもありがたいですね。とりあえずさ、うん、君の、はい、やっちゃってよ。君のやっちゃってよ、いつもの。そうだよ、君の一日の人生、俺たちに見せてくれよ。いや、You're right。 人生の一日、何それ。一日の始まりやってくれよ。お前の始まり見せてくれよ。じゃあ行きます、アクションレディーゴー。はい、なんでドラえ、一日の始まり起きるとこだよ。ジリ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 、あ、朝だ、起きない。ダメダメ、なんで、なんで、なんで、何が。そんなダサい音楽で起きてる君。ダサい音楽なんだ、なんだ、ミュージックじゃないよ、今の。プリンプリン、プリンプリン、プリンプリン、プリンセス、プリンセスみたいな。プリンプリン、君の朝の起き方、俺たちに見せてくれよ。オッケー、お前も知らないよ、俺たちの。え、見えねえ。何、いつも一緒にいたかった。いや、プリンセス、プリンセス、俺が言ったかったよね、これ。はい、朝だよ。いや、二人いるじゃん。え、おはよう。君のおかげで今日も素晴らしい一日が始まる。はい、ありがとう、マイフレンド。いや、二人いるじゃん。一人で起きてんだけど、アラームでね。見ただろ、これがおしゃれに元気を与えてる僕たちの一日。いや、全然わかんないですけど。じゃあ次行ってみようか。何なんか次って。え、朝起きたら次何するの。朝起きたらご飯、僕は食べないんだよ、朝ご飯は。ちなみに僕はパン派で。聞いてないよ、その。僕はブレッド。パンじゃない。そんな問題だろ、それ。え、何、朝ごはん食べずに普通に出勤します。なるほど。いや、その感じ、俺たちに見せてくれるかい。OK。 何も言ってない、出勤する感じだよ。じゃあ行きます。ね、ガンマイク持ってるの。はい、ちょ、はい、よいしょ、ガチャ、行ってきます。ダメだね。何で、なんで、なんで、なんで。OK、じゃあ彼が出勤のプロなんで。出勤のプロ、はい、そんなのあるの。出勤のプロ、いつものやってあげて。任せて。何、何、出勤のプロって。作ってくるぜ、マイクダーリン。ガチャ。何言ってるの、一人だよね。ガチャ。あったこと、え、ガチャ。なんで。お前何かのレシピみたいになってるの。何やレシピって言ってるの。ねえねえねえ、何やってんの。今日も開ける、今日も開けるな、今日も開けるな。もう会社に着いたんだね。いや、着いてるよ、もうそれ。そう、何、これが僕の朝の出勤時、いつでも俺はハッピーだね。よくわかんない、ぶつかる、痛い痛い、何だろう、俺たち。何これ、ねえ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 、俺アドリブで頑張ってるんですけど、座っていいですか。どうぞ、うん、じゃあ次行ってみよう。何この面白くないのか。仕事とかどうでもいいからさ、昼飯食べてとか言ったよ。昼飯食べてるとか。お前すげえうまく昼飯食うって俺聞いてるぜ。誰かなんだ。昼飯を食う、うん、じゃあ、はい、見せてくれよ、お前の昼飯する。昼飯すな。よーい、あちょ、ドラマなんで。ダメだ、何にもやってない。スタンバイじゃん、今スタンバイ。なんで、もっと美味しそうな表情しなきゃ。いや、食べてないから、まだご飯に失礼よ。ご飯に失礼よって、お母さんみたいなこと言うな、お前。彼にご飯の食べ方教えてもらって。あいつは、ね、ご飯だけど、うまい、うまい。ご飯もうまいし、食べ方もうまい。そう、俺も言葉はうまい。じゃあ、行ってみようか。うん、頼むぜ。え、なんでストレッチしてるの。ご飯食べるんだよね。何これ。お待たせしました、こちら本日のランチです。今日は何だい。カニクリームコロッケです。全然見えない、楽しんで。気持ち悪い。気持ち悪い。ランチにキスしてんだよ。ダメだ、愛おしすぎて食べれない。お前だよ、ダメだろ絶対。素晴らしいな。素晴らしいって何なの、お前。最高最高、次行こう。ランチにキスしてるんだ、あいつ。大丈夫、ご飯食べたら次何するんだ。楽しくなってるでしょ、それ、ね、最後お前、寝るんだろ。見せてくれよ、寝るんだ。ランチ食べたら寝るの。もう帰ってだよ。仕事してんだよ。帰って寝よ。帰って寝てるから疲れてるよ。あ、じゃあ寝よう、こうやって布団入って。じゃあおやすみ。おやすみ。電気消して、おやすみって言うじゃん。なかなか
なかなかいいってなんだろう。勇者一人だけどお休みって言うやついるよ絶対。寂しいなってなんだよ。何彼さ、うん、ベルプロだ。ベルプロってなんだろう。何のプロなの。参考にして参考にして。寝るプロ。よし寝てみよう。起きるプロとか寝るプロとか。ああまだ飲んでるかな。飲んでる。飲んでるとかどうでもいいじゃん。まだ起きてる。オッケー。じゃあいつも来ます。基本2人じゃん大切に。おやすみ。おやすみの意味変わってきてるから。それ北斗の剣とかで見るやつだよそれ。おやすみの意味が。受けてみたい。受けてみたくないよ。いいです、いいです。僕はもう自分で全部やります。いいです。君さっき元気なかったよね。結構声張るようになったね。すげえ突っ込んでくるじゃん。もしかして元気なったリフレッシュ。元気になった。あれあれ、え、元気になった。そう、なぜならば僕らはおしゃれに元気が与えたい。どういうことさ。どういうことなの。じゃあ最後綺麗におしゃれに終わらせてくれ。バイ。この状態で。この状態で 3D ツッコミだぞ。どうもありがとう。いやお前怖いわ。いちゃんとやってこいよネタ合わせ。マジでびっくりしました。はい、ということで最後で皆さん気合いを変えていただきたいのでね、もう時間も時間なので集計で、さあそれでは、芸人さん登場してください。どうぞ。今日ステージの方全員集合してください。さあこちら最後集計して発表して終了という形になりますんでね。はいはいはい、お疲れ様でした。さあこちらも1点から5点で記入の方お願いいたします。はい、後ろからね、スタッフが参りますので、そちらへまた回収させていただきます。お願いいたします。じゃあ、スタッフさんも終わったら、すぐでこちらの方に持ってきてくださいね。もう時間も時間なので。ね、日曜日の9時半までお付き合いいただきまして、ありがとうございますよ。はい、ね、お疲れ様でございます。まあ、この結果で、賞金が出ますのでね。はいはいはい。あ、どうぞどうぞね。はいはいはい、こちらの方ね。はいはいはい。さあということで、集計でちょっとだけ時間かかりますので、その間最後に、まあ、少しだけ、まあ、書いてある企画の方をね、はい、ちょこっとだけ見ていただこうかなと思うんですけども、はいはいはい、シチュエーション放棄ということなんですけども、僕はですね、はい、このライブの前に、はい、アンジェラさんからですね、はい、ちょっと一発ギャグが、今なかなかできないと。一発ギャグめちゃめちゃ持ってるんですね。いっぱいあるんですけど、ちょっと最近なんかできないんだけどもと、協力してくれないという要請がありましたので、この場を借りて新しいギャグを、作ろうじゃないかという、ね、アンジェラというシチュエーションの、ギャグを作っていこうじゃないですか。そうです。で、僕が最初、はい、最後だけがなんかこの辺に頭の中にあるんだけど、うん、言うから、その間を考えてほしい。なるほどなるほど。頭とケツはできてるんだけども、間ができてない。なるほど。それを、皆さんに考えていただこうじゃないかと。一発ギャグですよね。一発ギャグです。一発ギャグで万歳ができないじゃん。アンジェラさんの一発ギャグが長いの。そうなんです。その間に僕も考えるから。なるほどなるほど。ちなみにじゃあ、 別のやつでいいんで、代表的なやつを、はい、一発ギャグをお願いいたします。パー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 、9回裏、ツーアウト満塁、一打サヨナラのチャンス、ピッチャー大輝投げた、鍵、大きい大きい、ヒュー、あれ、ボールが空の体に消えた、これ地球、ヒュー、ボールが世界一して、ヒューと、頭、バーがバレて、バレて、長いね、長いね、一発ギャグってそれぞれじゃない。なるほど、アンジェラさん的にはあれが一発ギャグなので、今のが一本通しでってことですね。大丈夫ですか。ああいうので、間が今抜けちゃってるんですって。それを皆さんにぜひ考えていただきたい。その、最初と最後ができてるやつあるんですよね。
なるほどなるほど。じゃあそれを皆さんに見ていただいて、みんなでちょっと考えてもらいましょうか。はい、じゃあアンジェラさん、ちょっとじゃあその問題の一発ギャグを。はい、いくよ。では最初お願いします。なんかうまく流れるの？いや、大丈夫ですよ。ちょっとチェックしただけ。では、はい、じゃあよろしくお願いします。最初の冒頭部分を、はい、冒頭。いや、むずいぞ。まず、鉢植えを用意します。鉢植えを用意します。これセリフなんですよ。セリフですか？まず、鉢植えを用意しますっていうセリフですね。そう、はい、最後に、はい、大丈夫、最後。自分大爆発。自分大爆発。まず鉢植えを用意しますっていう大爆発があって、自分大爆発。なるほど、難しいっすね。難しいな。大丈夫でしょうか？アーティスト勢が偉いかもしれない。やらせますよ、最後なんで。じゃあちょっと思いついた方からやってみましょうか。もう俺はそう、ちょっとでもあのお手本がさ、はい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 、僕ですか？僕ですか？はいはいはい、なるほどなるほど。まず鉢植えを用意します。なんとかあって、自分大爆発。なるほど、難しいですね。まず鉢植えを用意しますでしたっけ。まず鉢植えを用意します。そこにニトログリセリンをかけます。そしたら自分大爆発ってなるでしょ。なる、まあ、こういうことですよね。こういうことですよね。皆さん、モザイクに拍手。いやいや、恥ずかしいわ、お前。面白いって面白くねえだろ、お前。ね、まあ、ああいうことですよね。要は真ん中を作るというものなんで。じゃあ、誰か行きましょうか。長田プリンから。ね。まあ、一発ギャグ製造機ですから。じゃあ、最初、アンジェラ、最初と最後だけ、アンジェラさんにやってもらいましょうか。はい。はい。横でやってます。はい。じゃあ行くよ。はい、まず鉢植えを用意します。気づいた時にはこの鉢植えが僕の胃袋になったわけですね。よし、ここに火薬をドーン。あーあーあっ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 たんだよ。あんたの奥さんじゃない。あなたのやつを作ったのよ。今のやつだもん。いや、確かにやったよ。いや、一人でやりきったらいいね。一人でやる。ね、いや、いい。次、田島がすごい上手いからさ。田島すごい上手いからさ。田島はやばい。田島やばい。矢島はね、かなりやばいです。はい、じゃあ、お願いします。まず、鉢植えを用意します。次に、鉢植えを戻します。次に、鉢植えを戻します。自分大爆発。いや、よくわかんない。どういうこと？どういうことだ、それは。難しいね。いやー、難しい。なかなか難しいから一発ギャグ。まあ、ピロニャンがこれ得意だから。ピロニャンがこういうの得意だから。また着替えてるね。リチキですね。気づきますか？気づきますよ。誰が見ても気づくだろう。わかりました。お願いします。じゃあ、最初から最後まで。まず、鉢植えを用意します。あ、中から鉢が出てきた。お遊戯してんじゃないの、一人で。今どうでした？結構面白かった。いやいや、楽屋でやれや、そんな。じゃあ最後ちょっと山上ちょっと見せてやってよ。得意じゃん。得意じゃん。そういうことでしょ。鉢植え得意じゃん。まず鉢植えを用意します。この鉢植えが本当に鉢植えなのかどうかよく考えてみる。これは鉢植えなのだろうか。果たして鉢植えじゃないのか。鉢植えだとしてこれは何の植物なんだ。僕は考える。自分が下手すかわ。ガリレオっぽくなってたわ。最初よかったけど、ね、最初よかったんだけど、ね、いや難しいっすね。やりますね。誰か。はい、じゃあリンゴ関西人なんでちょっとやりましょうか。大丈夫ですか？いけるよ。いや、新しい可能性が開花するかもしれない。
じゃあお願いします、どうぞ。まず鉢植えを用意します。はい、クイズ田島自分大爆発。まあいいでしょうね、人のネタで逃げるという上等手段のところ、ね、素晴らしい、ね、ちょっと待って、あ、行きますか。お、すごいね。どうぞ行きましょう。それではお願いします、どうぞ。いやいやいや、パクリした全部パクる、すぐパクるな、こいつらは全員最悪じゃないですか。ちょっと難しいっすね。でもう一個、他のやつないですか。他の、はい、他のできてない未完成のやつ。じゃあ、はいはい、最初がクシュンクシュン、最初がそれ、クシュンクシュン、くしゃみですね。で最後が今考えてますよね。今考えてますよね。今大丈夫、できてるんでしょ、ちゃんと。大丈夫ですよね。サカナクション、サカナクション、クシュンクシュン、なんとかなんとかサカナクション。できてますよ。ちょっと続けてやってみてください。今ちょっと続けてやってみてください。今流れをクシュンクシュン。いや違うじゃん、なかったじゃん、こんな動き。なかったじゃん、もう全然なかったじゃん、こんなの。運動神経がないから。運動神経がないから。関係ないよ、運動神経。ちょっと今続けて出てください。クシュンクシュン、サカナクシュン。サカナクシュン、サカナクシュン、書いちゃったじゃん。ちょ、一発ギャグがちょっと難しいね。山上ちょっと見せてあげて、一発ギャグって。あれが最悪。いやいやいや、得意の一発ギャグ見せてあげて。あれがいい、あれがいい、いつものあれで。あ、これをやるとき僕が、あ、そうそう、お前のちょっと一発ギャグ見せてあげて。一発ギャグってこんなやつだよっていう、お客さん、僕一人のやつですか。そうそうそう、相手と同じこともなく一人で、はい、いいでしょう、うん。あ、OK、OK、 さすが、さすが、降りてきましたね、今ね。お願いします。さあ、それでは一発ギャグお願いします、どうぞ。ローキックを受けるも効いてないアピールをするが、やっぱり効いていた高田信彦。ああ、なるほどね。ああ、なるほど、足かいてる。あ、うまいっすね。うまいっすね。なるほど、なるほど。ピロには何かあったりします？え？一発ギャグ。一発ギャグ。何かあります？ちなみに。あ、じゃあ、あります。あ、じゃあ、ちょっとやってみてください。私の性格、ズボラズボラ、あばらあ、いいじゃないですか。いいじゃん。素人っぽくてすごいいいと思いますよ。いいと思います。あ、受けてます。女子めっちゃ受けてます。あ、大好き、大好き。はい。ねえ。すごいですね。リツイートされます。はい。一発お客さんをリツイートしまーす。なるほど。あ、それも。それも。これはピロニャンのツイッターお家芸です。ツイッターお家芸。なるほど、なるほど。どういうことでしょうか。どういうことでしょうか。これはお気に入りの星のマークがあるんですよ。はいはい、ああ、あるね。はいはいはい。これを再現してます。ああ、なるほど。こういうやつか。はい、痛いやつですね。面白いですけどね。まあでもちょっとアンジェラさんのそこのやつを大阪プリンがうまくくっつけてくれるので、ね、うん、さっきのクシュンクシュンサカナクション。え、サカナクションの後じゃないかな。クシュンクシュンサカナクションなんとかなんとかだと思うわ、俺的に。まあそこはプリンが好きだよっていやいや、自分のやつにしたいのにダメじゃんそれ。さあ行きましょう、アンジェラの新ギャグ、幼なプリンの授ける新ギャグ、よろしいでしょうか。それでは新ギャグまで3秒前3、2、1。クシュンクシュンクシュンサカナクション、青春はいつも君とレッション。おお、ぽい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 、最悪最悪ですね。一番下ってますね、このライブの中で。恐ろしいです。結果出ましたか、はい、ね、はい、ああ、もう出たら持ってきていただいて大丈夫ですよ、はい、皆さん苦しんでたね、今ね、冷や汗かいてました、ガタガタ震えてましたんでね。
はい、こちらの方で、じゃあ僕が見させていただきますね、はい、さあ、はい、なるほど、合計点出ましたんで発表したいと思います。お願いします。さあ、それでは発表します。第8回、ショータイム、まあ、今回4組なんで最終的に、合計点になります、うん、第4位174ポイントピロニャン。あーあー、ね、怒ったら負けられましたね。ピロニャンが174位で4位でした。続きまして第3位、194ポイント。アンジェラ。イエーイ。アンジェラ190ポイント。2本目は91ポイントなんで、第3位ですね。結果、ピロニャンは2本目の値は82点です。2本目の値段は合計で174です。はい。そして、第2位。255ポイント。ちょっと待ってください。第2位いっちゃうと第1位が。大丈夫です。大丈夫ですか？大丈夫です。もう言わずもがらです。はい。第2位は255ポイントで、ホリフィールドでございます。ホリフィールド。そして、トガブリオが、合計で383点というね、えらいことになりましたんで。2本目のネタは、ただ、ホリフィールドの方がいいっす。あー、じゃあ139ポイント。俺ら127ポイントなんで。さすがですよ。ね。さあ、ということで、まあ、結果はですね、優勝は我々と長田プリンということになりましたので、ありがとうございます。最後、告知ある方いらっしゃいましたら。告知ありますか？ないですか？告知なんかある。誰かドラマ出たりしないですか？舞台やったり。ないですか？はい、お疲れ様でした。はい。11月の21日に、うん、我々があの結婚式で、はいはい、あの二次会でね、MC とネタをやらせてもらうんですけど、なるほど、これ結構ギャラリー入れる、うん、もう本当気軽に来れちゃう結婚式なんで、気軽に来れちゃう結婚式、大丈夫そんなの、大丈夫、僕らを見たいって言います、そうポリビー乗ってくれば入れるんで、マジマジすごいね、誰が結婚するのちなみに。僕の友達やってます。友達大丈夫？大丈夫だよ。呼んでんの？本当に問題ない。場所どこでやるの？場所？宮城だよ。仙台だろ。もしよかったら。みんなで。一緒に行きましょう。なるほど。そんなラフだ。ちょっと待って。お前嘘だなその話。嘘だよお前。嘘ついてないよ。目が嘘ついてるもん。だよね、今の話で目が泳いでるもんね、田島のママそんなの知らないよって顔してたから嘘だなと思います。嘘ですね。嘘です。わかりました。じゃあ引っ込んでください。ありますか、小口最後あのスタンにも。はい、どうぞ、ね、はい、お疲れ様でございました。あ、ラボちゃんどうぞ。はい、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 あの10月の23日、うん、今日が1818です。あ、19、はい、23日に原宿のストロボカフェというところでライブがあるんですけど、うん、今日は15分間だったんですけど、その日は35分間ライブをさせていただくので、ね、うん、7曲ぐらい多分やると思うので、ぜひ来ていただけたら嬉しいなと思います。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、どうぞ、どうぞ。結構先なんですけど、12月の、14日日曜日にちょっと遠いんですけど、相模原の駅遠いっすね。そうなんですよ、相模原。ちょっとあ、マジっすか。後にしてください、後にしてください。詳細後で、はい、あのライブあるんですけど、ちょっとあの場所ちょっとはっきり覚えてないんで、私ツイッターやってるので、あの小文字で FUHで、プーなんですね、私が、うん、であのラフの名前 RAF の名前のところに入ってるんで、よかったらあのフォローしてください。はい、ありがとうございます。待ってまーす。何も喋んねえな、ほんとに。何か言ってくださいよね。ありがとうございます。あ、はい、大丈夫です。はい、ということでありがとうございました。じゃあ、アンジェラさん最後お願いします。11月の24日なんです、はい、10月の24日10月まもなくですね。まもなく、はい、あの19時から新宿2丁目の H&M っていうお店なんですけど、アンジェラス出勤してます。みんな来てね。働いてるんですか、H&M で。あ、そうなんだ。マジですか。へぇ、来て。え、じゃあアンジェラさんにコーディネートしてもらえるんですか。ゲーバーっていうかワインバーね。そうです。あ、そっちの近い。あれなんだ、中かと思った。アパレルかと思った。じゃあ行かねえわ、そんな。無料じゃない。金払ってるの、無料じゃないよ、全然。金払ってるの。
Twitter とか Facebook やってますんでね、はい、ぜひぜひ検索してみてください。で明日あの先ほど言いましたけど、我々のドラマが、幼プリンと、はい、我々とあと、まあ、女の子も一人いるんですけども、はい、出てますんでちょっと探してみてください。19時から21時まで2時間スペシャルで明日やりますので、さくら事件を聞く女というドラマにね出演しておりますんでよろしくお願いいたします。はい、ということで来月はですねちょっとまだ11月の後半なんですが、ちょっとまだ未定なので、はい、また皆さんお時間合えばぜひ遊びに来てください。はい、ということで、もう3時間ぐらいになりましたけども、お付き合いいただきましてどうもありがとうございました。また来月、お会いできるのを楽しみにしておりますので、どうも皆さんありがとうございました。気をつけてありがとうございます。